ども、ハルカットです。皆さん、トリビアという言葉は知っていますか？トリビア、それは人生には全く役に立たない知識。今回はポケモンに関するトリビア第2弾をやっていきたいと思います。なおこちらの動画はポケモン公式ツイッターのハッシュタグポケモントリビアを参考にさせてもらってます。それをせっかくトリビアなので私のテレビ番組トリビアの泉風に動画編集してみました。どうやけどよかったら最後まで聞いててください。公式が公言しているポケモンに関するトリビアが衝撃的だった。まずはこちらのポケモントリビアです。コスモームの重さはカビゴンの2倍以上。こんなに小さいのに考えられませんね。僕のメガシーケより小さいのに。それではどういうことなのか確認の VTR です。コスモームはサン&ムーンで初登場したポケモンで、そんなに重さがあるのか。前回に続き関東地方のかの有名な博士はこう語る。あん？そんなポケモンおるのか。カビゴンは知っとるぞ。ポケモンは150匹じゃ。聞いても意味がなかったので他の研究者に聞いてみた。はい、確かにコスモームの重さはカビゴンの2倍以上あります。カビゴンの重さは460キロに対し、コスモームの重さは 999.9 キロ。カビゴンの2倍だと920キロですので、コスモームの方が重いことになります。いやー、めちゃくちゃ重いんですね。でもサトシたちはテレビで普通に手に持っていましたよね。あれは浮いていたから持てたのかもしれません。コスモームの重さは約1トンだった。75兵。続きましてこちらのトリビアです。こっからはちょっと前回と同じでサクサクいきます。アーケオスが飛び立つために必要な距離はおよそ4キロ。4キロってやばくない？飛行機でもそんなに長くないと思う。飛ぶ前に疲れそう。てか面白いのが、飛ぶことより走る方が得意らしい。続いてはこちらのトリビアです。ザシアンはザマゼンタの姉らしい。姉？どういうこと？って思いますよね。2匹は兄弟で、しかもザシアンはお姉ちゃん？伝説のポケモンは生物不明なんですが、ザシアンは図鑑説明に姉って書いてあるのでメスなのかもしれません。これはちょっと謎ですね。続いてのトリビアはこちら。トロピウスの首の果物は子供のおやつ。一度でいいから食べてみたい。見た感じバナナですよね。1年に2回ぐらい実がつくらしいです。続いてのトリビアはこちら。エアームドの抜け落ちた羽から剣が作れる。いや、先端が尖っているからそのまま使えそうですね。赤いところとか剣にしたらかっこよさそうですね。続いてのトリビアはこちら。生こぶしの粘液は日焼け跡のスキンケアに便利。マジ？アロラ地方って日光強いので、日焼けした時に生こぶしの粘液塗りたくりたいですね。続いてのトリビアはこちら。ウパーは皮膚が乾燥しやすいように毒の粘液で体を覆っている。ウパー可愛いので触りたくなるかもしれませんが、毒があるらしいので危険ですね。図鑑によると素手で触るとピリピリ痺れてくるようです。でも危険って言われたら触りたくなる。以上ですが、どうでしたか？ポケモンの生態って調べてみると面白い。みんなは今日のポケモントリビア何兵でしたか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでポケモンに関するトリビアについてでした。ちょっとでもこの動画知ったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディ。